はい、こんにちは、スケンです。まぶしい。今日は2月の何日でしたっけ。何日だ。22日です。しばらくこう乗せてから間が空いてしまいましたが、今日はちょっと完成させて、あとはね、いろいろ登録するのにあたって長さを測ったりしなきゃいけないので、そのあたり全部終わらせて、書類も写真も添付しなきゃいけないので、その写真も作りつつ、完成させたいと思います。今日の助っ人、ようちゃん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。はい、頑張りましょう。感じた。お、いい感じ、いい感じ。ここのキャブからね、行きたいと思います。無理いけるそれ。無理だよな。よいしょ。あー、微妙だな。高さ的にはまだハンデルがなければ。つけるだけだから。ハンデルを外しちゃいましょう。ハンデルが薄いのがあればね。ね、あればいいけど、金網とかでもあるから削って悪いことはないだろう。紙だけし、紙だけにしちゃう。とりあえず今ハンデルを外して、お、止め、外してみて、ここに入れました。これだったら、はい、これだとこのぐらいしかないからね。これ FCR がこのエンジンダメかもしれない。これ無理だ、絶対に。最後の作業行きましょう。暑い。ガスケットになってる。よし。今カメラが熱暴走で止まってしまいましたが、着きました。ってことで完成かな。ジュイーン。とりあえずつけるものはつけて、形状は完成しました。使えた。で、あとはこの写真をね、長さと幅と高さと、あとあれか、車体番号の石刷り、それを撮って、書類は全て揃うかな。なので、まあ、写真とか撮りたいと思います。長さ、長さ、一番ちょっとケツの位置合わせてもらっていいですか。はい、すいません、かけてはない、かけてはない、まだ登録しないと。後ろにちゃんと測った方がいいよ。そうか、こっちから。ここまで。はい、それでは完成しました。いやー、ちゃんと石刷りも取って、最後石刷りを
取るのに苦戦しましたが、なんとか取ることができました。これで後日陸運局の方に行って、多分書類は全部揃っているはずなので、登録できると思います。じゃあまた登録するとき動画にしたいと思いますので、次回お楽しみに。ということで今日はようちゃんありがとうございました。お疲れ様でした。